学びとは服従である。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ我々は今服従をしているということですかね。いやいや、そうじゃないんですよこれ。違うのそう思われそうなんだけど、これ別に誰か偉人が言ってたとかじゃなくて、朝日新聞ポッドキャストとかやってる神田大輔さんが言ってたんだよね。まあちょっと神田大輔さんで今全然ピンときてないけど記者の方なんだけど、うん、いやなんかね、それ聞いてこのワード的にうおって思ったんだけど、うん、これってさ年齢重ねるとさ、なかなかやっぱ学びって億劫になるじゃん。あ、そうだね。そうそう、そこにはさ、やっぱり学びっていうのは服従をしなければいけないっていうのがあるからなんだって言ってたの。あ、そうそう、だから例えば英語とかさ、全く自分の母国語とは違うものを強制的に教わるわけよ、うん、そこではさ、だから自分もさ、前英語をさ習ってた時に友達と日本語でこうくちゃくちゃ喋ってたらさ、うん、No Japanese って言われたの、めちゃめちゃとかさ、そういうふうにもう完全にやっぱその授業の時とか学んでる時って服従の要素が大きいんだけど、うん、でもさ、ポッドキャストっていうのはなんかそれを緩和してるというか、うん、まあポッドキャストというか、まあ音声の世界っていうか、うん、って思ったんだよね。でちょっと言ってみようかなとそう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 。なんでさ、これあれかなと思った時に、やっぱながら聞きができるからだと思うんだよね。ああ、そうだね、ハードルは結構下がるというかさ、なんかやりながらできるから、聞けるからっていうところはあるよね。そうそう、今まで学ぶってことはさ、なんかその時間を犠牲にして学ばなきゃいけないっていうのがあったと思うんだけど、うん、そう、何かをしながらでも学ぶことができるっていう、うん、まあ確かにそうだね。なんか五感のうちのさ、まあ要は耳だけ傾ければいいわけじゃん、基本的には。そうそうそう、映像だとほら目も見なくちゃいけないしさ、目と耳とってなっちゃうだろうけどさ、うん、まあ確かにそういう意味じゃ、ながらで何かこう学ぶっていうのにはすごい最適かもしんないね。ね、そうだよね、うん、まあということで今日は長丸がどんな服従を見せてくれるのか楽しみです。はい、今日はなんで服従なんだ、そこには突っ込まない方がよかった今日は三島由紀夫の金閣寺をやりたいと思います。あ、三島由紀夫、うん、あ、ということはこの前の、あ、リクエスト来てたよね、三島由紀夫についてみたいなことがあったんで、まあ三島由紀夫についてというよりは三島由紀夫の小説だけれども、まあ自分はちょっと今までこう何回か文学史っていう側面でこう取り上げてた流れで、まあ今回三島由紀夫をやろうかなっていうところですね。ああ、オッケーオッケー。じゃあ一応そのコメント読んどこうか。あ、そうだね、せっかくもらったから。 Apple Podcast のコメント欄にあって、うん、うん、ちょっと読み方英語なんで分かんないんですけど、トール鳥猫さんからいただきましたちょっと読めないね勉強になるので何回も聞いてます。近代史って知らなかったことが多くて面白いです。三島由紀夫さん取り上げてもらいたいですっていうのをいただいた件で、ちょっと中丸さんが今回取り上げてみました。お願いします。はい、じゃあまあぜひ、ぜひというか早速ちょっと本編に入りたいと思うんですけれども、はい、まず三島由紀夫のその金閣寺っていう作品について、まあどんなものなのかっていうところで、三島由紀夫っていうとこういう作品があるって言われる中の、まあまずトップバッターに来るのがこの金閣寺っていう作品なんですね。ああ、そうなんだ。まあ一番有名だし、まあ一番売れてて代表作といったら金閣寺って言われてるような作品。うん、まあ、これはもう本当近代日本文学においても代表的な傑作ですよっていう風にも言われてるし、うん、あとは何よりも海外評価もものすごく高い作品なんだよね。ああ、そうなんだ。そうそう、海外でもまあ翻訳されてこう売られてるみたいな、そういうような作品で、うん、これは作品自体は1956年に新潮っていう雑誌に連載されてたやつが、うん、俺が読んだのは文庫本だから、それが文庫本化されてっていうような形でこう売り出されてるっていう感じかな。はいはい。でまあ文庫版は新潮文庫で出てるんだけれども、これが360万部ぐらいだいたい売れてて、今までで。へえ、そうなんだ。うん、まあロングセラーをこう記録してるような作品っていうところです。うん、うん、もうあらすじの方に入っちゃいたいと思うんですけれども、うん、まずちょっとあらすじの前にこの金閣寺という作品に対して一言だけ言っとくと、はい、
多分読んでも分かんないです。あ、そうなの。そう、これ読んでもねなんだろうね、すごい文学にも精通してて他の三島作品は全部読んでますっていう人が多分読めばなんとなくこう理解できる話なんだとは思うんだけれども。あ、そうなんだ。うん、初読でえなんでっていうところの疑問を思わない人は多分いないような作品。へえ。まあとにかくね、難しいっていうよりはちょっとね理解が追いつかない。あ、だからこれもねあれなんだよ、結局夏目漱石の心の回の時にちょっと触れたことなんだけれども、うん、当時の時代を生きた人じゃないともしかしたら理解がしがたい内容なのかもしれない、うん、っていうところもちょっと踏まえつつのあらすじをちょっと話したいと思います。お願いします。まず主人公は溝口少年ってちょっと呼ぶけどが主人公です。はいはい。で溝口少年はコンプレックスがあって、うん、この人ね、喫音症なのよ。あ、そうなんだ。そうそう。まあ、喫音症ってどんなのかっていうと、どもっちゃうんだけど、要するになんか、こう言葉を出そうとした時に、あのね、みたいな、なんかそんな感じ。うん。ちょっとこう、言葉の出だしがこう、どもるというか、同じ言葉を何回もこう言っちゃうみたいな、そんな感じの喫音って言うんだけれども。はい。溝口少年っていうのはこの喫音症ですごく、もう昔からだから、みんなにからかわれたりして、どん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 さ内向的になってっちゃったようなタイプの人間なのよ。はい。そう、人前ではもうこうあんま喋りたくないなっていうか、関わってもどうせどもりでいじられるしなみたいな。うんうん。そう、まあそんな少年ですと。はい。で溝口少年の父親はお寺の住職さんなのね。ああ、そうなんだ。そうそう。でこの父親はがちょっとまあ一個のキーポイントになるんだけれども、もう溝口少年に対してこういう言葉を言うのよ。金閣寺ほど美しいものはないっていう。で溝口少年はもちろんその言葉を父から聞かされてる時は金閣寺っていうのを見たことないの、うんうん、そうで、たださずっとさこう父親がさもう金閣寺は最高だよみたいなことずっと言ってくるわけじゃん、うん、だからもう溝口少年の中で金閣寺っていうものが美の最高傑作みたいな、もう本当にそういう位置づけに、空想でもう完全に空想なんだけど、うん、空想上そんなものになってるんだよね。へー。でこれちょっと物語の結構序盤でこの話が出てきて、もう割と序盤で実際に金閣寺見に行くのよ。ああ、京都に？そうそうそう。で、父親と一緒にね。うん。で、父親と一緒にこう見に行って、で、それまでこうさ、もう、もう金閣寺やっと見れるんだってこう心高ぶってるわけじゃん。うん。でね、実際金閣寺を見た時に、あれってなったらしいのよ。ああ、はいはい。あれ大したことなくないみたいな。うん。でね、ちょっと理由もあってさ、うちらがさ金閣寺っていうのを想像するとさ、うん、金ピカの金閣寺、あ、てか小形郎見たことある金閣寺って。俺金閣寺も銀閣寺も見てるから。あ、本当。わかるかもちょっと金閣寺ってさ今のさ金ピカリンっていうさものを俺らは想像しちゃうんだけど、うちらの世代の人って。ああ、はいはい。これって実は1955年かなに再建されたやつなんだよね、今見てるものって。あ、そうなんだ。そんなに新しいんだ。そうそう。溝口少年が見てるっていうのはその再建前の金閣寺で、うん、実はね再建前の金閣寺って外観的には今の銀閣寺なんだよね、どちらかというと。へえ、そうなんだ、うん、だから金閣寺金ピカじゃないじゃんって。でかだから要はさ銀閣寺見てさどう思った？俺ねあれなんだよ、銀閣寺の方が好きだったの。ああ、なんか質素な感じの。そう、なんか詫びと錆びってよくわかんないけど、そんな日本人のその引き算のなんかがある気がすんの、あれには。まあ引き算というかね、まあ、引き算といえば引き算だな確かに落ち着くのはそこの方が俺はね。で昔の金閣寺ってどっちかっていうと銀閣寺みたいな感じで、まあ、銀閣寺って銀貼られてないじゃん。確かに金閣寺も銀じゃねえって言われば。そうだよね。そう、金閣寺も金じゃなかったのよ、要は平たく言うと。ちょっとあったんだけど、うん、今みたいな金ピカじゃないの。だからもう美の象徴って言われるとちょっとうんってなるような感じの外観だったわけね、そもそも論が。はいはい。まあ別に建築のさその作りの素晴らしさとかそういうのは一切置いといて、うちらの感覚で言うと金閣寺って金ピカだし、まあ美の象徴って言ってもまあ間違いじゃないよねっていう気はちょっとはしちゃうけど、うん、でも実際当時はそういうわけではなかったっていうのがまず一個あって、はい、で実際この溝口少年はこれ実際の小説をちょっと読みます、はい、見た時ね、はい今金閣寺見ました時に、うん、
私はいろいろに角度を変え、あるいは首を傾けて眺めた。何の感動も起こらなかった。それは古い黒ずんだちっぽけな3階建てに過ぎなかった。頂きの鳳凰もカラスが止まっているようにしか見えなかった。美しいどころか不調和な落ち着かない感じをさえ受けた。美というものはこんなに美しくないものだろうかと私は考えた。おっていうように言われてるんだよね。うん、でこの文章をとってもそうなんだけど、結構三島由紀夫ってなんていうの、文章がうまいんだよね、表現の仕方とか。ああ、その独特の、ね、うん、文体があるんだよね。そうそう、まあちょっとそれはこの後にもちょっと話すんだけれども、うん、ちょっとあらすじに戻って、とりあえず溝口少年は金閣寺すごいよすごいよって言われてたけど、実際見てあれあんますごくねえじゃんっていうところに、まあ落ち着いたわけよ一旦は、うんうん、でその後お父さん亡くなっちゃうんだよね、すぐ。ああそうなんだ。病気だったんだよ、病気ですぐ亡くなっちゃって、うん、でほらお寺の住職さんだったから、住職の知り合いづてで六音、まあ、六音寺って金閣寺ね、金閣寺の住職とも知り合いだったわけよ、うんうん、お父さんがね。で死ぬ時に間際に遺言として六音寺の学僧になってほしい、まあ、要は六音寺で修行してきてくれっていうような、まあ、遺言を残して、うん、もちろん六音寺の住職にもこうお願いして、六音寺の学僧として入れてもらえることになったの。はいはい、そうだから計らずしも金閣寺に結局こうね近づくことにはなるんだけれども、うん、でたださっきさ、あれ金閣寺実際そうでもないじゃんっていう感覚にはなっちゃってたわけじゃん。そうだね。そうで、ここで戦争の話になるんだけれども、うん、時代はあのちょうど戦時中だったから、うん、で戦時中でもう日本もこうどん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 空襲が始まってた時期なわけね。はいはい。でそんな中空襲でいつ自分も死ぬかわからない、で金閣寺もこれ空襲でまあ破壊されちゃうじゃんってちょっとこう思ったわけよ、うんうん、そうしたらなんか今まで美の象徴であった金閣寺っていうものと自分っていうものにはこう隔たりはを感じていたんだけれども、うん、なんかあれ自分と同じように結局そんな美の象徴だって言われてたような金閣寺だって結局自分と同じで空襲受けたら死んじゃうんじゃんみたいな、滅びちゃうんじゃんっていうことで、まあ共感を見出すわけよ。でなんかその儚げな美っていうものに対して改めて美を見出すっていう、うん、はい、もうこの辺でちょっともう分かんないじゃん。うって、俺ねこの辺からだんだんもう分かんないから、ちょっと何それっていう。そうだね、うん、まあでもこれはさ、もしかしたら戦時中のその感覚じゃないともしかしたら分からないのかもしれないっていう。三島由紀夫自体は戦時中もちろん生きてた人だし、うん、でだから結果まあなんつうの、ちょっと一回実物見て金閣寺への気持ちは離れちゃったんだけど、また自分のところにこう気持ちが戻ったっていうような今状況ね。うんうん、ただこれも長く続かなくて、うん、結果さ戦争でさ、まあご承知の通りだと思うんだけど、京都って焼かれなかったわけ、はい、自分も生き残ったし、あのもちろん金閣寺も焼失しなかった、うん、っていうことで戦争が終わって、そこでちょっとここも小説のフレーズを借りたいんだけれども、うん、こう書かれてます。金閣と私との関係は断たれたんだと私は考えた。これで私と金閣とが同じ世界に住んでいるという無双は崩れた。また元よりももっと望みのない事態が始まる。美がそこにおり、私はこちらにいるという事態。この世の続く限り変わらぬ事態。っていう表現をしてて。うん。これどういうことかっていうと、ちょっとさっきも一瞬言っちゃったんだけど、うん、金閣っていうのは美の象徴なわけよ。うん。で、溝口少年っていうのはさ、どもりがあって、まあ、コンプレックスの塊なわけよ、もう簡単に言うと、うん、ちなみに見た目も大して良くないらしいのよね。おお、そうなんだ。だからあの美と、なんだろう、本当美女と野獣じゃないけどさ、本当にそういう対比されるような状況だったわけ、金閣寺と溝口少年っていうのは。はいはい。でそれがさ、たださっき戦時中でどっちにしろ焼かれる運命じゃんみたいな、空襲でってなった時に、なんだ同じ位置にいるじゃんみたいな、そういう共感性を持ったわけよ。ああ、はいはい。そう、でも結果さ、あの戦争では燃えませんでした、私も死にませんでした、あれじゃあ元の関係に戻っちゃったじゃんみたいなっていうところで、今そういうところに今戻ったというところですね。なるほど。でちょっとこっからあらすじポンポンいくけど、溝口少年はその六根寺の住職のつてというか、まあ行為で大学に行かせてもらえるの。はい。でそこで悪友柏木に出会うの、うんうん、
悪友って先に言っちゃったけど、この柏木っていうのがなかなか癖があるというか、柏木自体障害者なので実は、うん、で何の障害かって言ったら足の障害で、はい、内本足っていうさ、 なんて言うんだろうな、足がさこう内側に曲がっちゃう、あ、はいはい、足の甲で歩くみたいなイメージ、うんうん、まあそんな感じの障害を持ってるんで、あの溝口少年自体さコンプレックスの塊だからなかなかこう友達なんかできなかったわけ、うん、なんかどもって恥ずかしいなとか喋りたくないなっていう気持ちがあって自分からこう話しかけるなんてことはできなかったんだけど、はい、柏木自体やっぱり障害があるからさ、なかなかこう人とこうつるんでるような感じが見受けられなかったのね、うん、あ、だから彼となら友達になれるんじゃないかというかさ、まあなんかそういうちょっとこう外れ者同士で仲間になれるんじゃないかっていう思いで柏木にこう話しかけて友達になるんだけど、うん、ただねこの柏木っていうのがね全然ね内向的じゃないのよ。ほう、そうなんだ。こいつね、あのもう一言で言うとねプレイボーイなわけね。ほう、作中でももうね女とっかいひっかいなわけ。へえ。なんでそうなってるかっていうと、その障害をちょっとこう武器に使ってるっていうところもちょっとあるの。あ、そうなの。まあなんだろう、同情というかさ、そういうものだったりとか、そういったところでちょっとこううまく利用して女とこう付き合っていくみたいな。いや、すごいテクニックじゃん。そうそうそう。だから柏木自体溝口少年に対してどもれどもれっていう、まあ これ実際作中でこう言ってんだけど、どもれどもれって言うのよ。うん。コンプレックスなんか感じないでどんどんそれを出して利用していけぐらいな、多分本当そういう考えなんだろうね。はい。まあ要は全然その柏木と溝口少年っていうのはなんか似たようで全然似てないような人物だったんだけれども、うん、その柏木に、まあ柏木はまあモテるというか、なんつうんだろう、そういううまく女性関係を回すのがうまいっていうところかな。はいはい。なんであの女の子紹介してもらえるのよ。あ、そうなの。そうそう。でね、まあこれ2回紹介してもらえるんだけれども、うん、2回ともねダメなのよ。結局ダメになっちゃうの。ああ、うまくいかなかったんだ。そうで、これなんでかっていうと、もうぶっちゃけね、もううまくいくうまくいくでずっとこう来てて、いい雰囲気までになったんだけれども、そうなった時に金閣寺が出てくるの。金閣寺が出てくるの。そうそうそう。なんかね、この溝口少年、まあ、だから例えばじゃあ A 子さんがその紹介してもらった女の子だとして、 A 子さんがもう目の前にいて、もう A 子さんゲットだぜみたいなところになる瞬間、 A 子さんが金閣寺に変わるんだよ、ボンって。ほう。イメージとして。で、邪魔をするわけ、うん、当たり前だけど、あれね、要は溝口少年の頭の中でそうなってるだけね。当たり前の話だけど。ああ、自分には釣り合わないんじゃないかっていう、まあそういう風に捉えられるかもしれないし、ちょっとねここの解釈は難しいんだけど、俺もね正直よくわかんない。うん、まあとにかく金閣寺が邪魔してくん。どういうこと？この邪魔してくるっていう表現が多分一番合ってるんだけど。はいはい。そう、金閣寺ガードってされて、なんかもうその先に進めなくなるわけ。そうそうなのか。ほとんどで、これ作中でも女の方はだから何こいつみたいな、女の私がこんなにまでしてるのにみたいな感じになって、あの前卒化しちゃうわけ。はい、はい。まあそんな感じで金閣寺っていうのはこの溝口少年にとってもうなんか人生を、まあやっぱ女性とこう付き合ったりするっていうのはさ、まあ、幸福の多分一種でもあるわけじゃん。はいはい。でもその人生としての幸福をこう邪魔をするような存在みたいな感じにこうどんどんなっていくわけ。はいはい。で、まあ、金閣寺はそこでいいんだけど、柏木がね、あとちょっと悪友って言ったのはもう一つ理由があって、うん、こいつねちょっとね授業サボろうぜってこう結構軽く言ってくるようなやつだったの、うん、で溝口少年ってどっちかというとこう真面目な感じではあったんだけれども、柏木とやっぱこう喋ってるのは結構面白いらしくって、はい、まあいいやサボっちゃえっていう感じになって、どん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 成績が悪くなってっちゃう、うんうん、でそのことによってお金を出してくれてる六根寺の住職も、いやちょっと何してんのぐらいな感じになってくるわけ、だん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 、はいはい、要はなんか周りからの評価っていうのもどんどん下がってっちゃうわけ、自分に対する、うん、まあこれに関しては作中いろいろあるんだけれども、もうそこは端折らせてもらいます。それまで話してるとこの話キリがなくなっちゃうんで、うん、でとにかくね、もう周りからの信頼っていうのが結構もうガタ落ちになっちゃうね。はい。でそんな中、溝口少年は自分にとって金閣寺っていうものの存在っていうものに関してちょっとこう思うようになって、うん、金閣寺を焼かなければならぬっていう風に思うようになったの。おお。でちょっともうここからポンポン進んじゃうけど、もうその通り、あの金閣寺を焼かねばならぬってなって、最後の最後にもうこうやりたいことやろうぜっつって、住職がなんだろう、授業料くれたやつをパーって使っちゃったりとかして、大学の授業料をこうくれるんだけど、うん、
使ったりとか、もうこれでいいやっつって、最後の最後金閣寺を放火すんのよ。で、まあ、放火する前に、まあ、要は自殺しようと思って、うん、小刀と、まあ、薬を買うわけ、まあ、睡眠薬みたいなやつ、はいはい、でそれで自殺をしようって思って買って、でそれで金閣寺燃やすのよ、はいはい、で燃やしてよしもう自殺しようって思ったところで、これもちょっと作中から引っ張ってくるんだけれども、ちょっと長いです、はい、あこれまず金閣寺が今燃えてるっていうところね、燃えてバーって燃えてます。で自分はその放火したところからちょっとバーって逃げてきましたっていうところの場面、うん、私は膝を組んで長いことそれを眺めた。気がつくと体の至るところに火膨れや擦り傷があって血が流れていた。手の指にもさっき戸を叩いた時の怪我と見えて血が滲んでいた、うんうん、っていう感じでまあ描写があって、ちょっとここから飛ばすけど、でポケットを探ると小刀とハンカチに包んだカルモチンの瓶、あカルモチンっていうのがさっき買った薬ね、瓶が出てきた。それを谷底めがけて投げ捨てた。別のポケットのタバコが手に触れた。私はタバコを飲んだ。一仕事を終えて一服している人がよくそう思うように生きようと私は思った。でこれがこの金閣寺の最後の文なのよ。はいはい、これが何が言いたかったかっていうところはもういろいろ解釈があるんだけれども、うん、作品としては一旦これで終わりね。はい、で、ここでちょっと一つ触れておきたいのが、まずねこの金閣寺っていう作品なんだけれども、うん、実は実話なんだよね。ああ、なんかあった気がする。そう、金閣寺ほら55年に再建したって冒頭の方で言ったじゃん、うん、そう、なんで再建したかっていうと、作中では溝口少年って言ってた、もちろん名前違うよ、あの実際の犯人は、うん、が燃やしたから。ああはいはい、そうそう、でそれが1950年7月なんだけれども、うん、に燃やしちゃったわけで、まあ、金閣寺放火事件って調べてもらえればバーってすぐいっぱい情報出てくるんだけれども、はい、でその事件を題材にしていろんなこう調べとかをして、その6年後、1956年にあの要は三島由紀夫が連載を開始したっていう、うん、ところなんだよね。でここでなんでじゃあ金閣寺燃やしたのかっていうのがあの最大の謎なわけよ。ああ本当の事件が、あ本当の事件もそうだし、この金閣寺の小説上もそうなんだけど、うん、結局わかんねえじゃん。あのなんかあらすじはざっくりだったけど、じゃあ全部読んだから、え金閣寺燃やした理由はわかりましたってなるかっていうと、そうはならないんだよなかなか、うん、でこれはねなんかねよく例えられてるのが、金閣寺を女性に見立てるとわかりやすいとかって言われてるの、うん、だから金閣寺っていうのは超もう美人な女性、うん、自分の手に届かないような女性なわけ、はい、だからまあこれはあの賛否両論はあるけれども、一種のストーカー的な殺人事件なんじゃないかとも言われてて、おだから金閣寺に対する憧れっていうのがものすごく強かった、なんか手が届きそうな時期もあったけれども結局手が届かない存在になりました、うん、ならいっそのことみたいな、はいはい、っていう風に捉えると、まあ燃やした理由もわからなくはない、わからないけどわからなくはないっていう、うん、で、まあ、他にも金閣寺のその普遍性に対するプロテスト的な意味合いがあるんじゃないかっていうところも言われてて、うん、この辺がちょっと歴史と絡んでくるんだけれども、はい、当時って戦時中戦後なわけよ、うん、でそれまであった、まあ、日本っていうのはさ、あの戦争に負けて、まあ、ボロボロになっちゃうわけ、うん、でボロボロになってみんな貧しい思いしてたりとか、なんつうの食うものにも困ったりとかっていうような状況だったりするわけね、はい、そう、でもそんな中、まず金閣寺自体を見ると戦前も戦後も変わらない普遍の状況なわけよ、うん、だからまず一個は金閣寺自体に対する嫉妬なんじゃないかっていう、うん、まあ、要は国民は疲弊したじゃん、はい、でも金閣寺は大丈夫じゃん、何も変わらないじゃん、お前は何も変わらないじゃんみたいな、うん、だからまずは金閣寺自体に対するそういう思いがあるんじゃないかっていう見方もあるし、うん、もう一個がその普遍の金閣寺に対して、なんつうの、占領下だったから当時、うん、アメリカ兵とかがこう見に行くわけよ、あの観光でね、はい、でそういうさ、もう負けたばっかの敗戦国が、要は勝った国の兵隊にこうヘコヘコして金閣寺見せ物にして金取ってんの、うん、で京都っていうのはもともとさ、こう観光都市なわけじゃん、はい、だからそういうアメリカ兵とかにさ、こう媚び売ってさ、あの商売気出してヘコヘコする日本人、まあ要はプライドのなくなった日本人みたいなのがこういっぱいいたわけよ、はい、まあそれは生きるために当然といえば当然だしっていうところなんだけれども、うん、でこれ溝口少年の話になっちゃうけど、溝口少年はじゃあそれに対してどう思ったかっていうと、うん、
これ書いてない、あの厳密には書いてないんだけれども、戒めみたいなものをちょっとこう植え付けたかったんじゃないかっていうようにも読み取れるわけよ。金閣寺ってすごい拝観料もらってたわけね。でほとんど住職の懐に入ってたわけ。あ、そうなんだ。そうで住職は結構ね、あのこれも作中に描写があるんだけど、女遊びとかしてんのよ、その金使って。はい、そう浮かれてるわけね。うん、そうだからそういうことに対する、まあ、プロテストっていう言い方もでもいいし、まあ、戒めだよねみたいな意味合いも含めて金閣寺をやっちゃうぜっていうような感じ、うん、もあるんじゃないかとも言われて。はいはい、そうそう。でこれってさ、結局感覚としてさ、戦時中戦後のさ、その日本の動乱っていうのをさ、まあ知らない世代からするとなんかやっぱりいまいちピンとこないのよね。うん、まあ少なくとも俺はピンとこなかった。だけどこの小説ってずっと今の今まで売れ続けてるロングセラーなわけよ。はいはい、三島由紀夫といったら金閣寺だぜってずっと言われてることだから。うん、じゃあ改めてこの作品何がすごいのかっていうと、これはもう長丸解釈と思ってください。あのもう賛否両論とかはちょっとね、正直ねあまり受け付けたくないんですけど、うん、もう三島由紀夫のね表現力の部分にあると思うんですよね。うんうん、これね金閣寺ってあらすじさバーって言ったけどさ、俺が言ったあらすじでほぼほぼもう全てなのよ。うん、だけどねページ数で言うとね文庫本で330ページあるのよ。へえ、すごい。そう、最後のあの生きようと私は思ったっていうところで330ページ目なの。うん、だから330ページの間にその喫音症の少年の老いたちから金閣寺とのこう馴れ初めだったりとかさ、その間に起きた出来事っていうのをこうまとめてって最後放火して一服するところまでを描いた作品なんだけれども、うんうん、ここにね、なんていうの、この溝口少年っていうのは犯罪者なわけじゃん。はいはい、犯罪者側の心理っていうものをものすごく込めてるわけ。うん、あ、そうだ、あらすじの前で語ればよかったのかもしれないけれども、この作品って基本的に溝口少年が回想してるみたいな、なんかニュアンスの作品なわけよ。うん、金閣寺燃やした後ぐらいにこうなんかこんな感じでしたみたいな感じの風で書いてる作品なわけね。うん、つまり表現は全部溝口少年から見た表現になるわけよ。一人称が要は溝口少年だから。はい、つまり犯罪者の心理描写っていうのをめっちゃ細かく書いてるのね。うん、え、そんなのよくわかんじゃん、すごくないみたいな。はい、そう。だからそこがやっぱり評価されてるところなのかなって。これ実際なんで金閣寺燃やしたのっていうところとかさ、ちょっとよくわかんない感覚っていうのは結構あるんだけど読むと。うん、ただあの単純に三島由紀夫作品としてこう読んだ時に、すげえこの表現って、この出来事をここまで語れるんだとかさ、この描写をこんなにすごい表現で語れるんだっていうのは、ぜひ小説を実際見てほしいかなっていうふうに思います。なるほど。あのあらすじ聞いちゃったからさ、なんか小説読んでも面白くないんじゃないかっていう人多分いると思うんですけれども、あんま見てない人はね、はいはい、全然そんなことないです。むしろあらすじ読んでから、あらすじ、まあなんか自分が今この喋ったあらすじを聞いてから読むのと全く知らないで読むのでは、多分あらすじを聞いてから読んだ方が多分しっくりくると思う、むしろ。うん、と調べてもらえればあらすじサイトみたいなのもあるから、ちょっとパーって一読してから、あ、なんとなくポイントだけ掴んで実際読むと、あ、これこういうことで今こう思ってるんだなとかっていうのがちょっとこう分かってくるから。うん、そうじゃないとね、これね多分3回4回読まないとマジで分かんないんじゃないかなっていうふうに思う。ああ、そうなんだ。うん、なんかね難しい、やっぱり。うん、三島由紀夫の作品全体そうなんだけど、ちょっとねやっぱ独特なところがあって、個人的にはちょっとね読みづらいというか理解が難しいっていうところはあって。うん、仮面の告白っていうね作品があるんだけれども、三島由紀夫に、はい、これなんかはねもう本当にね、初め読んだ時に何のことを言ってるのか全然分かんなかったのよ。表現がもう一個のことを表現するのにものすごい言葉を使うの。うん、分かんなかったの。はい、そう、まあ簡単に言うと同性愛者の話だったんだけど、うん、それを理解するのが一回読んだだけじゃ全然分かんなかった。はい、っていうぐらいなんかね表現が難しいの、とにかく三島由紀夫って。うん、だけどやっぱりその小説家としてすごい頭のいい人なんだなっていうのは、もう本当文章を見てもらえれば分かるんで、金閣寺に限らずいろいろ作品あるんで、ちょっと興味持ってもらえたらぜひ読んでもらいたいなと思います。はい、それで今日のテーマの三島由紀夫の金閣寺は以上になるんですけれども、小太郎いかがでしたでしょうか。いやそうだね、
そもそもやっぱり自分も三島由紀夫を読んだことないからだから何ともコメントしがたいけど、うん、あのリクエストいただいた時にさ、自分もさ、うん、三島由紀夫ってそういえばどんな人だろうっていうのをさ、あの、まあ本読めばいいのに、うん、なんかその三島由紀夫を語ってるこう有名 なんだろう文学者とか、うん、同世代を生きた人たちのなんかあったんですよ、そういうのが、うん、それなんか見てて、なんかその人たちが言ってたのが、うん、やっぱりその文体が独特ですごく難解で、うん、普通の大概の人は理解しにくいというか、うん、親しみにくいのかな、うん、だけどあるその一定のその文体にすごくハマる人はもう本当にすごくハマっちゃうというか、うん、そういうなんかものを持ってるっていう、うん、もう本当にねその評価通りだと思う。なんかねとにかく難しいね、うん、何を今言ってるのかが分かんなくなるって感じ。なんか情報が多すぎて、うん、でね、あの三島由紀夫自体すごい頭のいい人なんだよね。ああそうなんだ。そう、超天才だと思っていい、もう超天才なのだからこんな作品書けんのよ、逆に言うと、うん、まあ、あの金閣寺はねでも言ってもね本当に名作って言われてるぐらいだから、まあ三島由紀夫を読むんだったら、まあ、とりあえず金閣寺読んでくれればいいのかなっていう気はしますね。ね、彼って最後あの滑覆自殺してさ、うん、それによってなんだろう、彼の作品もまたすごい評価が上がったとこもあったじゃん、うん、なんかねそういうのもちょっと今読めよって話なんだけどさそもそも読めよみたいな話なんだけど、だからすごい歴史に名を刻んだ人だよね。やっぱりさ、なんか自分の人生もシナリオ化してたんじゃないかって思えるぐらいすごいのよねこの人って。あー確かに。だって思い立ってその自衛隊に乗り込んだわけじゃなくて、思い立って乗り込んだっていうか、もうそれも全部計画してんだよね。書きこう続けてた小説も全部終わりにしてから、うん、もう結婚してんのよ。ああはいはい。で死に方もさ、まあいわゆる滑覆自殺でしょ。うん、まあ、最後あの滑覆だからあの解釈されて死ぬんだけど、うん、だからもうそれも決まってたのよ。全部もうなんか自分の死に方すら決めたっていうさ、うん、もうすごい人だよね。なんか本当にね感覚が分かんない、自分にはとにかく、うん、なるほど。じゃあ、あのということで今日は三島由紀夫の金閣寺でした。はい、じゃあこれ聞いていただいた方、フォローだったりポチッと評価していただけるとすごく励みになります。はい、ぜひお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。